こんにちは野球のジャーナリストとしてます宇治原ですで今日もよろししくお願いします,、えーとですね、今日はですね、プロ野球選手の高校時代っていうテーマでお話しできればなと思います。えーとまあ、どんな話かっていうと、まあ、高校時代こういう考え方でやってたんだなって、へーって俺もこういう風にやったらいけるかも、頑張れるかもとかですね、まあ、こういう風な考え方で取り組むと効果あるんだなっていうので、なんかちょっと何ら,何らかしらのヒントにしていただければなと思います。えー、と実はですね今回、えーまあ 取り上げさせてもらうのは山口俊選手です先ほどねあのメジャーリーグ初勝利を挙げたばかりなんですけれどもえ実は言うと他の 選手で台本を書いて先にそれをやろうと思ったんですけども、せっかくいいニュースが流れてきたんで、先に前倒しで山口俊選手のことをね話そうかなと思います。本当、山口選手素晴らしいですよね。あのメジャーリーグ最初の頃ね。登板初期の頃はまあさよなら負け投手になったりね。あの苦しいピッチングをしてました。けれども、最近本当と調子良かったと思うんですよね。その中での初勝利ま、これがいわゆる純能力っていうことなんでしょうけど、よくね。あの勝てて良かったなと思います。 であの山口選手の高校時代なんですけれども、実は柳川、まあ彼は柳川高校で甲子園に出ているんですけれども、柳川高校時代を知りながら、またプロ野球でもベイスターズにいた時に、僕、まあ、ベイスターズそこそこ取材させてもらいながら、なかなかインタビューをすることはできませんでした。ね、一度だけ、ね、僕が山口選手をインタビューさせていただく機会がありかけたんですけど、段場でひっくり返っちゃったとっいうこともあったりもしました。ななななかかかででできなかったんですけれれれども、まあ、そ山口選手で僕は実は忘れられない ことが一つだけあります本当にそれは高校3年春の選抜の時なんですけれどもまあちょっとだけ順を追って説明していくとまあ山口選手はここ1年でまず甲子園出てその後まあ エースになったんですけどここに秋の神宮大会、えー、まず九州大会で優勝しましたで優勝校だけが招かれる神宮大会でも優勝しましたでそこから選抜を迎えるんですけれどもまあある雑誌でね選抜を迎える前の意気込みとして四、まあ、大大会制覇っていうのをね彼は掲げたわけですよまあ四大大会何かっていうと、えー、神宮大会と、えー、春夏の甲子園と、まあ、国体の優勝っていうことですねこれ、まあ、横浜高校マザーが大輔率いる横浜高校しか成し遂げていないあの偉業なんですけれども まあこれを僕がやると。まあ神宮大会を優勝した時点でしかできない目標なんでね。まあそれを彼が掲げてね。まあなかなかねこう面白いことを言うなと、えー、そういう印象でした。でねまあ当時の山口投手って150キロ近いストレートと、ね、変化球を多彩に操って。 とまあ、ストレーでもね。スピードっていうより、ほんと号泣っていう感じですよね。で、なよりも持ち味は彼のあの体ですよね。まあ、筋肉もりもりっていうよりも、本当に。まあ、お父さんが元力士だったっていうこところもあって、体の強さを感じる。本当、投球フォームから力強い球を投げるっていう印象でしたよね。 でまあ選抜大会を迎えるわけですけれどもまあその選抜大会1回戦で敗退しましたまあ結果から,から先に言うとそうなっちゃうんですけれども1回戦で敗退と、まあ、相手天理高校、まあ、近畿のね強豪校ですけど天理高校に0対4で負けました本当にうまく攻められて負けたっていうような印象の試合でした。 でねまあその結果だけを言っちゃうとなんかこう山口選手何が四大大会制覇だよとあの口だけじゃないよないかよと思うかもしれませんけれどもこれ試合前の取材にも僕行ってて本当ちょっと驚いたことがありましたで、まあ、山口選手にあの試合の話聞きに行くわけですよね今日の試合、まあ、相手強打、まあの天理ですけどどういうピッチングをしますかって言った時に彼が言ったのが今日はストレートとカーブしか投げませんと言い切ったんですよね。 まあ当時まあフォークとスライダーを持ってたと思うんですけれども、まあ、あの今大会はストレートとカーブしか投げないといやこれはね僕ねすごいことを言ったなと思うんですけどこれおそらくかつての、まあ、今プロ野球選手プロ野球とかメジャーで活躍してる <coughs> 選手の高校時代、まあこうまあ、もちろんドラフト候補って呼ばれたと思うんですけど甲子園の大会でいろいろ球種持ってるのにストレートとカーブしか投げないって言って臨んだ人多分山口選手以外にいないんじゃないかなと思います。 まああの前田健太選手が、ね、ストレートとカーブで勝負しましたけどそれはまあどっちかというとまあ球種が当時は、ね、そんな多くなくて、まあ、カーブとス,ストレートで勝負してたっていうのはあったと思うんですけど山口選手はいろんな球種がありながら、えー、ストレートカーブだけでいきますとしかも強豪天理にや,やろうとしたんですねこれすごいなと思いましたよだって四大大会制や狙ってるんでしょ強豪天理ですよで春の選抜ですよドラフト候補ですよ いろんな要素があるのに優勝ヒットっと言われて大会に臨んでるんですよ。それなのにもかかわらずもう自分のストレートがどこまで通用するかどうかっていうのをその大会で試そうとしたんですよね。これはつまりね自分のこうスケールを、ね、大きくするためにこう甲子園をうまくね、まあ、利用したって言ったらあれですけど甲子園大会をこう体験したと。でそれで天理高校にねうまく攻められて負けるわけですけれどもこれは僕ね本当にあにすごい。 彼のすごい姿勢なんじゃないかその後に繋がっている姿勢なんじゃないかなと今でも思っていますね、その後は、ね、ベイスターズに入団して、ね、プロ一年目の初勝利を上げたりとか え、最初クローザーで活躍してまあ30セーブとかも達成してまうるー,ーとかも出てで、その後まあ先発に転向してでジャイアンツに移籍してまあジャイアンツでね。最後は投手三冠ですか？投手三冠を達成してまあメジャーリーニングに行きました。本当にあのここ数年はね。ピッチデザインというか、本当にこう。ただ単にもうむやみやたらに急所投げるんじゃなくて、本当に自分のピッチングを科学的なアプローチからね。 あの分析してピッチングスタイルっていうのをちゃんとこうもう身につけてで素晴らしいピッチャーになったっていうまあ選手ですよねでねそんな彼のピッチングを見るとやっぱりそのなんていうんですかねやっぱり高校時の選抜でストレートカーブで勝負したっていうことが原点にあるような僕は気がしてならないんですよねこれね本当無理やり いいうか育成の観点に話を持っていくんですけれどもね本当にやっぱり結果ってものすごく大事なんですけれどもそれだけにではない部分で僕絶対あると思うんですよ絶対こうこの大会において何を成し遂げるか結果を成し遂げる中にも自分の中でそれがどういう,こう自分のピッチャーとしての人として選手としての、まあそれまあ、あるいはチームでもいいんですけどチームとしての器をどれだけ大きくするかっていうことにつながってくると思うんですよね。 であの時のねあの山口投手が本当に結果だけにこだわっていろんなあの球種を投げて天理を打ち取ったところ打ち取ることはできたかもしれないけれどもそこでストレートとカーブで押し切ろうとしたそこでねあのスケールをね大きくしたんじゃないかなと思いますそれでそのスケールを大きくした上でプロに行っていろんなものを剥ぎ取って剥ぎ取って剥ぎ取って最後にはねそういうピッチデザインというものに彼があの目指していいピッチングスタイルっていうのを見つけることができたと思うんですよ。 やっぱりね、そういう,こう大会で勝つこともちろん大事ですけれどもそうやって本当スケールをまず大きくして、えー、やっていくことがねあの一つの成功につながるんじゃないかなっていうのはね本当山口投手を見て感じることです。本当にねあの今日本当一勝あげて、まあ、一勝あげたからそのことを思い出したわけじゃなくて前からずっと思ってたんですけれども、まあ、やっぱりこうね、あのー、そういうね あの結果だけにこだわらずの育成とか成長とかを目指していくことでやっぱ選手って成長していく部分もあると思うんでそういうところにもね是非選手を預かる指導者の方々は意識してほしいなと思います。まあ、今回はねあの、まあ、山口投手の一生をまあ 一つの起点にしてね、あの彼の本当にここ時代の話までさせていただきました。まあ、これからもね、プロと育成年代の話をつなげていろいろ話していきたいと思いますので、またチャンネル登録の方をよろしくお願いします、えー。今日も短いですけれども、これで終わります。ありがとうございました。